ちょっとコントロールは立ち上がりですから気をつけてという意識ありますか？はい、そうですね。まあ、コントロールを注意しよう。オーストラリアという、あれですよね。ベンチの中、今回のメンバーも何人かはその大リーグとして、その時はオーストラリアは第3位というのがまあ目立った成績です。だいぶやっぱり人に気合い入れて試合に臨まないと、もしかしたらってことにもね、そうですね。フルカウントになりました。少しこのホームベースから離れて立っています。まっすぐかに仕留めました。この辺りはフルカウントですが、しっかりと攻めた気持ちがそうですね。いいですね。オーストラリアの各バッターはとにかく当たっています。まあ、大体離れてるっていうことは、まあ、インサイドは厳しいってことですかね。後場が相手バッターをどう見ているかということにもなりますが、高めのちょっと釣り球ですが、ところに行くと手出してきますそうですね。ね。まあ、離れてても、インコースをちょっと有効に使った方がいいと思いますね。デビッド・ニルソンです。八木さん、このニルソンはメジャーの方でも活躍していると。そうですね。ミルウォーキー・ブルワーズですか。そこのキャッチャーとして活躍してますね。ですから、方々も知ってるかもしれないという選手ですよね。どうしても球を受けているのはニルソンということになります。クリーンアップも話に聞きよりますと、こう打ってるというね、こともありますし、この辺りはもう経験も十分。しかしさすがに先ほどの、藤田はね。アメリカ戦でも、しかも日本が初回2点を先行しています。すんでね、やはりボール球を有効に使うっていうことが大事ですね。外をまっすぐ、手が出ず。ジョンソンはここまでは日本の場合はどちらかと言いますと、打者よりもこうピッチャーの好投と言いますか、そちらの方がだいぶ目立ってますよね。そうですね。まあ、若干余裕が出てきたんでしょう。投げると、まあ、スピードも増してきますしね。低めの球です。注目してると思うんですが、こういう国際大会でいいピッチングをしますと、スカウトも来てますから、やはりアピールの場にはなりますね。それだけの素材でもありますね、本当藤です田はね。ね。また随分こうクローズアップされるんじゃないかなというような感じでそうですす。ね。これもバットの先っぽ、梶山です。7番バッターです。非常に極端ですから、コントロールもいいですもんね。またこれも詰まった。サードの後方、ショート沖原回り込んでいます。なかなか追加点が取らなくても我慢しているというシーンが結構あります。あんまり攻撃の方もこう含めて一喜一憂ということはありません。ほとんどこう自分のピッチングにみんな専念しているというそうシーンような部ですね、そういう分も積極的なバッあティりンまグですね。ね。まだ若いですからね。確かに。まあ、それはもう仕方ないことだと思いますよ。で、来るのかね。ピッチャー返し。ナイスフィールディング。
もうショートの、そしてオーストラリアの、確かに、あ、これもセカンド正面、いい当たりですが、4-6、今度はファンと当たりました。ね、ね、やはり後半戦になると握力もね落ちてくるでしょうというケースがまあまあありますんでね、うん、この回は2番のマクドナルドから上げてショート木原です。前にランナーがいないっていうのは幸いですね。本当ですね、うん、怖いところですよね、ですから、まあ、このタイプこそというのが得点に大きく関わってきそうですね。そうですね。ちょっとここはすっぽ抜けてしまい、慎重ならざるを得ないですね。そうですね、のセンターへ上げてしまって、ここは高野が追いつきます。ホームランは確保しなければいけないタイプの一人になります。ツーアウトで4番のジョンソンです。ラインを打ち上げてもらってる間はやはりいい状態でしょうね。まあ、一つそれが後半に、まあ、中盤から後半にかけての目安になりそうですね、はい、まあ、これも上げてしまった梶山が追いつきそうです。